はいどうも、うしみです。本日ですね、ついにですよ、このチャンネルでもコラボ動画を撮ることになったんですよね。いやー、非常に驚いてですね、もう鹿児島弁もデンモデンですよ。はい、まあそれはさておいて、今回、コラボする相手というのが、以前このチャンネルでも紹介していた KKB 鹿児島放送の、鹿児島発バーチャルアナ、カプリティリンさんです。まあ、最近では中京テレビの某バーチャルアナさんも、まあ、活躍しているということで、まあ、個人的に期待がかかるバーチャルアナに牛がですね、徹底的に、まあ、質問を決めたいと思います。まあ、の牛だけの質問なんですけども、まあ、募集していた質問についてはちょっとまああれだったんで、まあ、今回はなしになりますけども、ちなみに私牛見が出ているカプキンの配信終了後に動画を上げましたが、後日、公式 YouTube チャンネルの方でも上がりますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。というわけで、質問の方に行きます。改めまして、本日のゲストの方に、自己紹介をしていただきましょう。 KKB 鹿児島放送のバーチャルアナウンサー、カプリティリンです。牛見さん、お招きくださりありがとうございます。ようこそ牛見チャンネルへ。まあ、来ていただいたということで、今回はですね、まあ、いろいろ質問していきたいんですけども、まあ、その前に、ご出演されているカプキンについて、まあ、初めて番組名を聞くかもしれないという方も多分多いかと思うので、ぜひですね、カプリンさんの方から、ご紹介をお願いします。はい、毎週金曜夜9時から KKB の動画アプリカプリで配信している番組で、私が MC を務めています。ニュースや天気予報、視聴者の方から送っていただいた動画の紹介、特集などをお送りしています。まあ、という感じですが、リアルタイムで見たい方はカプリ、後で見たい方はカプリか、YouTube にアップされるということで、ぜひ、まあ、チェックしてほしいですね。では、まあ、早速なのですが、牛がですね、ちょっと気になることを、まあ、質問していくんですけども、牛以外の VTuber の動画を見ていますか？見ていますよ。好きなのは主にお酒や料理のレビューをしている今坂白野さんですね。思い切りの良さや独特の言い回しにカプリ女性スタッフ陣もハマっています。あー、白野さんですか。うちもですね、まあ、ツイッターとかでよく名前を聞く方なんですけども、いや、この方うちもちょっとまだ見てなかったので一回ちょっと見ておきたいですよね。まあ、というかですね、カプリの、女性スタッフの方々たちがハマってるっていうのはちょっと牛もちょっと驚きましたね。いやー、ちょっと見ときたいですね。まあ、それは置いときまして、2つ目が、これもですね、気になる方多いと思うんですけど、KKB で、VTuber を知っている方はどれだけいるか。中堅若手社員を中心に認知度は高いようです。レジェンドの絆愛さんや二次三次などの有名どころを見ている人もいますよ。でもゲーム実況動画を見ている人に比べて VTuber を目的として見ている人は少ない印象ですね。あー、まあそうですよね。まあ意外とですね、まあ他の方もそういう感じじゃないですかね。やっぱ VTuber をもうゲーム実況を目的で見るというか、 VTuber として見てるというよりはただゲームが好きとかそういう趣味で見てるっていう方のって方も多いと思うので、まあ、これはですね、意外とあるあるですね。で、3つ目というか最後になりますが、今後、鹿児島の VTuber さんとコラボ予定とかはありますか？鹿児島でバーチャル活動をされている方とはどんどんコラボしていきたいと思っています。もちろん鹿児島の枠を超えて県外の方ともコラボしていただけるならばそれもありがたいですね。はい、で、まあ、これ最後って言いましたけど、実はこれが本当に最後で、まあ、これもちょっと被るネタなんですけども、好きな VTuber さんはいますか？これは、牛見ちゃんですね。ドヤ顔。あ、牛ですか。ありがとうございます。いやー、めちゃくちゃ嬉しいですね。牛もカプリさんは、カプリっていうかカプリンさんは推してますので、まあ、ぜひですね、今後とも、お世話になるというかよろしくお願いします。最後にですね、カプリティリンさんにですね、一発好きな鹿児島弁を披露してもらいましょう。せっかくなので締めの言葉を鹿児島弁で。恋からも
カゴン、間のよかところをズンバイ紹介すっと。おまんさーも、ミックヤンセ。ですです。いやー、もうこのテンションで鹿児島弁を聞けるっていうのはもうほんと嬉しいなーっていうところなんですよね。もうあのテンションはもう牛的に大好きだったので聞けて嬉しいです。というわけで、今回はここまでです。概要欄の方に、カプリ、Twitter アカウントと、KKB 公式チャンネルの方を貼っておきますので、そちらの方からですね、カプリンの活躍とそのカプキンの方で出ている牛の回もチェックしてみてください。それではまたにごわす。また次回やりたい。